はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、新詰めの情報が来ました。今回はね、ジョンプニさんという方がね、情報を出しているんですけど、ツイッターやってまして、その方、はい、検索すれば、ジョンプニって検索すれば、おそらく出てくると思いますので、ぜひね、はい、フォローしてください。そして私のツイッターの方もフォローお願いいたします。で、まずはこちらの画像を見ていただきたいと思います。おそらくね、第1弾の新ツムとしては2体来るというところですね。画像を見るとリロイとガントゥが、来ます。で、確率アップが6月4日までということですね。10時59分10時59分までとなっております。で、ね、はい、見ていきましょう。スキル、早速スキル見ていきましょう。はい、で、まずリロイに関してはボイス付きでございます。で、姿はスティッチにそっくりだが悪のレベルは史上最高、数箇所でまとまってツムを消すよということで、なあなあ、予想通り消去系で、まあボイス付きの期間限定ということになっております。いやー、ちょっとね、予想通りすぎてつまらんなというところですね。で、次ガントゥー見ていきましょう。ボイス付きです。銀河連邦の軍人で身長7メートルの巨大エイリアン、はい、横ライン上にツムを消すよ。ボイス付きで、ボイスだけ期間限定なんだ、これ。常駐やん。常駐です、この方。ガントゥ常駐、これ、多分めっちゃ弱えぞ。これめっちゃ弱えぞ、多分。はい。ガントゥ多分めっちゃ弱えっす。はい。で、リロイが、まあ多分一番の目玉、と思うじゃないですか。いや、これね、違うんだよ。多分違うんだよ。これ、マジで見てほしいんだけども、はい、もう第2弾の新ツム情報も来てて、それがいつから来るかというとですね、はい、こちら見ていただくと分かる通りですね、6月4日からね、おそらく来ます。で、確率アップがね、6月6日の、10時59分までということで、4日に終了して、その後にすぐね、ハムスタービール博士が、混ざった、新ツム確率アップが来るというところになっております。で、多分ね、4日からね、イベントがね、開催されるんじゃないかなというところで、まあこの画像を見ていただくと分かるとですね、新ツムでイベント用を有利に進めようということで、全てキャラクターボーナスがつくよという情報が入ってるんで、多分4日からね、開始されるんじゃないかなという予想でございます。で、こちらのツムね、ハムスタービール博士見ていただくと分かる通りですね、悪の天才科学者、これヴィランズだったの、もしかしたのもしかして、俺仲間やと思ったけどヴィランズだったので、ちょっと待って、これアナキン再来かのような、スキルなんですけども、なぞった場所にビームを発射、ビームに当たったツムを消すよということで、やばくないこれこれもうだってさ、なぞったところにビーム発射あって、もうね、ライドセーバーでぶん回すのと変わんないんで、ぶっちゃけね、これがどういう消去範囲で どういう消去になるのかわからないんですけれども、まあ、これ一つ言えるのは、ジャイロでやっぱりアナキン同様にね、やることが強いんじゃないかなというところが考えられるんじゃないかなと思います。で、まあビームに当たったツムは消すんですけど、すいません、消すということで、で、こちらはね、期間限定ということで、はい、まあガントゥよりは間違いなく強いということで、で、あとはね、どういうスキルでどれだけコイン稼げるかっていうところですけどね、はい、これがまさかの全部1コンボとかっていう謎のやつにならないでほしいんですけれども、いや、これマジで期待できるんじゃないの。はい、ちなみにこれさ、アナキンのやつ見ると、まあ画面これどうね、まあ、なぞった方向にライン上に超巨大って書いてあるんだけど、これビームに当たったツムを消す、まあどうなんすかね、ちょっとね、すげえ似てると思うんですけど、そこがね、ちょっと気になりますよね。はい。で、一応ね、情報としては、以上かなというところですね。で、ちょっともう一回ツイッターの方見てみますけども、まあこれぐらいかな。大体見た感じは、そんな感じでございます。はい。いやー、すごいよ。で、ちなみにね、ちょっとだけ海外版の方をね、お知らせするとですね、海外版は、まあね、今回の海外版は、そんな、
そんなです。そんなです。そんな。まあ、軽く見ていただければいいかなと思います。で、まあね、ピックアップガチャがやっぱ熱いなと、海外版は。曲付きとかがね、ほぼないんで、スキチ系2枚手に入るのがね、すごいでかいなというところですよね。はい。2枚手に入ります。で、新積は、4体らしくて、この、ピンク系ですね。はい。この時ってさ、でもこの積むの時って6体来たような気がするんですけど、他何来たっけ？ちょっと、記憶喪失だ。忘れちゃった。はい。で、月末はね、スクラッチイベントで、これは、ベルですね。今ベルなの？今ベルなの？今ベル？ベルのやつってかなり前だよね。でもこの前さ、あれやってたんでね。ね。フック船長ね。こっちの方が古いですよね。で、なんかね、ミッションビンゴのカード。ビンゴのカードこんな少ないですね。海外版ってね。30枚ないですね。で、まあ、ピックアップはこんな感じのラインナップになってて。まあ、セレクトボックスはね、まあ、そんな良くないかな。いいところで言うと、マレドラがラインナップしてて、いいかなっていうところですね。はい。ということで、はい。以上がね、まあ、海外版の、リーク情報ですけど、多分ね、新積まだあと2体来ると思うんですけど、4体だけではないんじゃないかなと思うんですけど、また こちらもね、まあ、なんか来たら、どっかの動画に挟みつつ、ちょっと紹介していきたいなと思っております。はい。で、まあ、海外版は以上ですけども、まあ、新積の情報はね、リークとしては以上なんですけど、まだね、ありますよね。ありますよね。王様の剣。じゃなかったらしいです。なんかどうやらね、王様の剣らしいです。剣。剣らしくて、はい、自分は剣って呼んでたんですけど、大変申し訳ございませんでした。で、ツムとしては、マーリンというキャラと、あとは、ワートやったっけ？はい。こちらもね、見た感じ、ね、剣を持ってる剣。剣を使った、なんかなかなか面白そうな、スキルがね、来てくれるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そこがね、ちょっと期待できるかなというところと、マーリンに関してはもう見た目が魔法使いということで、どんな魔法のスキルをね、使ってくれるのかというところですよね。まあ、一つ言えるのは、まあ、二分の一の魔法みたいに、あんな感じのね、イアンのね、まあ、強力なスキルのような感じをね、ぜひね、自分としては、はい、やってほしいんですけれども、はい。まあ、どうなるかはお楽しみですね。なんかね、選択できそうな気がしますよね。なんか、魔法って聞くと。なんか、そんな感じはします。はい。なんか勇者ミッキーみたいな感じとか、あとは、まあ、イアンみたいな感じですね。そういう感じが、出します。ちょっと、本当になんか、複数、まあ、アナキみたいな感じとかね。まあ、そんな感じで、まあ、最近そういうね、複数、そう、なんか選べるスキルっていうのが増えてきてるんで、まあ、そういう仕様をね、最近、まあ、つむつむ運営さんは、まあ、狙ってね、出してきているんじゃないかなと思います。はい。なので、そういう可能性もね、結構あると思いますけれども。はい。という感じで、こちらのね、情報はまだ来てないんですけれども、まあ、おそらくね、中旬ぐらい、まあ、12、3とか、その辺でね、大体、第2弾って来るので、第2弾とか第3弾か。来ると思いますので、まあ、こちらもですね、リーク情報が来次第ですね、情報を展開させていっていきますので、まあ、ジョンプニさんが多分一番早いと思うんですけど、はい、まあ、来次第ですね、展開させていただきます。はい。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。で、明日ですね、おそらく、アナキン動画、最後の動画を出します。で、先ほどね、ちょっとプレミア公開しようかなと思ったんですけど、リーク情報来たんで、やめました。で、その動画は明日、10時ぐらいに上げようかなと思っておりますので、ぜひね、プレミア公開、遊びに来てください。アナキンにね、ついに修正が入ったという、動画になりますので、ぜひね、お楽しみにしていてください。はい。それではね、最後までご視聴、ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。
毎日ねライブ夜9時からやっております。ぜひね、遊びに来てください。で、新ツムのね、ライブに関しては、行います。11時ぐらいから行いますので、ぜひねライブに遊びに来ていただけると嬉しいです。アナキンの5000人超えとはならないかもしれないんですけど、まあ欲を言って1000人超えてくれるような人数が集まってくれると嬉しいと思ってますので、ぜひとも遊びに来てください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。